Hey guys! 今日の動画ではこの前の動画とインスタグラムのストーリーで募集したオーストラリア留学についての質問に答えていきたいと思います。動画に入る前にまだ私のインスタグラムフォローしてない方がいたら概要欄にリンクを貼っておくので、そこから飛んでくれたら嬉しいです。それではやっていきましょう。まず1問目、英検ってやっぱり持っていた方が有利ですか？オーストラリアの高校には入学基準があって、高校によって英検2級または準2級もしくはそれと同等レベルの英語力が必要なので、もし英検を取れる時間があるんだったら英検は取っておいた方が有利だと思います。私の場合はオーストラリアに留学するって決めたのが遅くて、英検を取ってる時間がなかったので語学学校に入ってからオーストラリアの高校に入学しました。なんで海外の高校に行こうと思いましたか？もともと海外の文化には興味があって、例えば海外の高校ドラマとかでなんかイエローバスとかプロムとか、なんかロッカーを飾り付けして自分だけのロッカーを持てるとか、あとはなんか卒業式になんか帽子投げたりとかする、そういうなんか日本と違うところに憧れて海外の入学高校に入学することに決めました。あともう一つの理由としては、英語を話せた方が世界中の人と意見交換ができたりとか、いろんな文化を学べると思ったので英語をやろうと思って留学しました。いつも YouTube 楽しく見てます、ありがとうございます。留学したいっていつ親に言いましたか？留学したいって決めてから本気でもうこれは行くしかないと思った時に、もう私行くみたいな感じで両親に言いました。私の両親はちっちゃい頃からなんかあなたがやりたいことやりなさいっていう家庭だったので、あ、じゃあいいんじゃないって、向いてるんじゃないって言って応援してくれました。はい。オーストラリアの高校に留学したらバイトはできますか？あと応援してます、ありがとうございます。バイトはできます。スチューデントビザなので、そのバイトができる時間っていうのは限られてるんですけど、多分できます。多分じゃなくてできます。私もカフェと寿司屋さんで働いていました。結構オーストラリアは時給がいいのでなんか稼げるっていうのはあるんですけど、その高校生の留学生でバイトしてるっていうのは私以外に聞いたことないですはい、次。最初から英語が話せましたか？私は本当に英語が全く喋れなかったです。もうなんかオーストラリアとか来る前もワクワクしてドキドキしてたから英語の勉強とか全くしてなかったし、なんか不安っていうよりも本当に海外に住むっていうことが楽しみすぎて何にも考えずにオーストラリアに来ました。だから今でも覚えてるのは、最初のホストファミリーとは携帯のなんか Google 翻訳とかで調べてこうやって見せながら会話をしてたのを今でも覚えてます。そうだから本当に何にも喋れなかった。なんか今思えばどうやって生きてきたんだろうっていうぐらい全く喋れなかったです。あとは日本人特有かもしれないんですけど、 R と L の発音ができなくてめちゃくちゃ友達に笑われたのを覚えてます。はいそう、あとなんか語学学校に入った時になんか A4 の半分ぐらいのなんかスペースに、ここになんか自己紹介と軽くなんか書いてくださいみたいなのを言われて、そう本当に来た当初、来て初めての日ぐらいな感じで書かされたんだけど、本当何も書けなくて、なんか My name is はるか I like dog みたいな感じのものしか書けなくて、なんかもう3分ぐらい I'm from Japan みたいな感じだった。そう、何も書けなかった、もうやばいと思った。でもね、不安はなかったの。なんか例えば高校入ったらどうなるんだろうとか、ここ入ったでなんかついてけるかなとか全く考えてなかった。もう頭の中お花畑だったはい、次。人見知りだと留学に行っても友達できませんか？留学するなら都市と田舎どっちがいいですか？私もこう見えて意外と人見知りで、なんか日本に住んでた時は例えばレストランとか入った時に全然自分で注文できなくて、なんか妹にこれ注文してって言って注文してもらったりとか、あとは一番嫌いだったのがなんかお洋服屋さんに入るといらっしゃいませとか言われるじゃないですか。あれがダメで、なんかお客さんが少ないお洋服屋さんには絶対入らなかったぐらい人見知りだったんだけど、多分これは文化的なものだと思うんだけど、なんか英語喋ってる時は全然シャイじゃない自分でいられるから、なんか例えばジムとかでなんかワークアウトしてて喋りかけられても「へえ!」みたいな感じで喋れるから、これはでも自分でもすごい不思議です。
留学のする場所については多分本当に本人次第で、私の住んでるゴールドコーストは少し行けば山があるし、近くには海もあるし、でもなんか遊園地とかもあるし、結構なんか田舎でもないし都会でもないし、観光地だから結構バランスがいい場所なんだけど、田舎にも都市にもメリットもデメリットもあるから、自分が行きたい場所、のんびりできる場所を選ぶべきだと思います。YouTube いつも見させてもらってます、ありがとうございます。やはり初めは友達作りは大変ですか？友達作りは大変とは言わないけど、でも努力をしないと友達はできないかなって思います。私は絶対に日本人って語られたくなくて、なんか例えば留学生だったら少なからずそこの学校に他の日本人の留学生もいるじゃないですか。でも絶対に固まりたくなかったんです。なんか日本人のなんかグループみたいなのがすごい嫌だったから、日本人の友達は本当に極力作らないように努力をしました。で、今でも覚えてるのは、なんか学校に入って全然英語も喋れなくて友達も全くいなかった時に、なんかビジネスのクラスとかジャパニーズのクラスとかで、なんかパースとかマリアに、なんかここ隣座ってもいい？とか自分で喋りかけて、なんか友達になったのを今でも覚えてる。なんかあの時可愛かった。なんか Can I sit here？ とか言ってパースが Sure！ みたいな感じで、それが多分パースと友達になったきっかけです。で、なんかパースと一緒にご飯食べたいと、一緒にランチ食べようって言ってお昼を一緒に食べたりとか、そういう感じでなんか友達を作っていきました。だからやっぱり自分から積極的に話しかけることです。はい。差別について気になります。コロナ差別、アジア人差別などをされましたか？差別は多分行く国とか行く地域によって全く違うと思うんだけど、なんか私はゴールドコーストに住んでるんだけど、ゴールドコーストはなんかアジア人もすごく多いし、他の国から来た移民の方とかもすごい多いのね。だから私の動画見てても多分わかると思うんだけど、アジア人の子とか学校にもいっぱいいるし、なんかそういうの、なんかいろんな人がいるのが普通みたいな感じなの。だから私はオーストラリアに4年間住んでて1回も差別っていう差別はされたことはないです。でも 100% 差別はないですっていうふうには言えないし、なんか私のイギリスに留学してた友達はコロナの時に本当に差別がひどかったって言ってたから、やっぱりなんか場所によっても全然違うんじゃないかなって思います。でも私は1回もないです。ホームステイ先がどんな感じか知りたいです。ホームステイは当たり外れが激しいってよく言うけど、でもそれは本当だと思います。私も何軒かホームステイのお家が変わってるんだけど、一番いいところはなんかホストがホテルに住んでたから、ジムとかプールとかサウナとかが全部使い放題で、なんかお金持ちだったからバッフェとかにも連れてってもらったりとか、本当になんかなんだろう、生徒ってしただけじゃなくて本当に家族みたいな感じで、なんか一緒にいろんなとこご飯食べさせてもらったりとか、本当にすごいいい家庭でした。でも本当に一番ひどかったところは、毎日なんかなんだろう、全然喋ってくれない、なんか例えば学校から帰ってきて Hi, how are you? って言ってもなんか無視みたいな、全く喋ってくれなくて、ご飯とかもなんか毎週同じなの。月曜日ピザ、火曜日スパゲッティ、なんか水曜日 KFC みたいな、なんかもう毎週、本当に毎週同じなの。なんか火曜日はチューズデーだからピッツァねみたいな、へみたいな、なんか毎週同じで、しかも全部ジャンクフードで、なんかポテトはサラダみたいな、もう本当になんか顔が油まみれになるぐらいひどくて、あとはなんかゴミをこう部屋から出すじゃん、そのゴミをなんかわざわざ漁って、なんか部屋でこんなの食べてたのとか、なんか何このゴミとか聞いてくるの、ゴミ漁るみたいな、本当にびっくりした、本当にびっくりしたし、なんか怖かったの。だから学校に行って、なんか変えてくださいって言ったのよ、ホストを変えてくださいって。そしたらなんかホストもなんでみたいな、なんであなた変えたいとか言うのって言われて、めっちゃ喧嘩になって、ホストとめっちゃ喧嘩してみたいな、すごかったです。はい。でも今考え、その時はなんかなんだろう、経験じゃん、なんかそういう経験もあるんだみたいな感じにしか思ってなくて、今考えたら結構やばいけど、その時はなんかそれを逆に楽しんでた自分がいた。ポジティブ、めっちゃポジティブ。はい。女子高生です。留学したいけど今の生活が楽しくてなかなか決心ができません。あー、これは確かに。でも私も日本の高校にある、例えば文化祭とか体育祭とか、そういうなんか日本の高校にしかない
行事っていうのはすごい憧れるし、日本の高校の制服とか本当に可愛いと思うし、そういうなんかどっちもでしか味わえないじゃん。例えばオーストラリアの高校だったらなんかダンスパーティーとか、あとはなんか高校が緩い、そのなんだろう、ピアスとかも平気だし、メイクも学校してっていいし、ネイルとか何リングとかも言われないし、そういうなんか自由なところは多分オーストラリアのいいところ。だから将来自分が何したいかとか、なんかどっちを取るかっていうので決めた方がいいと思います。でも私も日本の高校に留学したいって思う日本の高校1週間体験したいって思うけど、やっぱ教科数とか多いし、14教科とか13教科とかやってる子もいるから、私には多分オーストラリアの高校の方が合ってるかなって思います。はい今日の動画はこんな感じです。少しでもオーストラリア留学についてより詳しく知ってもらえたりとか分かってもらえたら嬉しいです。はい、これからもなんかオーストラリアの留学についての動画、ビログを上げていくので、もしよかったらチャンネル登録もお願いします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイガイ。